ぱいか。いいですね。昨日の残り、えパンと生ハム、トマトスープ、あとチーズで、バターは、バターはこれ使いやすいよね。使いやすい。まあ 75% は、まあ、いただきましょう。いただきます。いただきます。いろいろ変えたね。いや変えたし、いい雪だった。うん、屋上にもなんか遊ぶとこがあって、ね、公園みたいなやつかな。すごい、吉野川だって。なかったからここに止めました。前払い式だって。1日止め放題で550円。いい感じですね。うん、払い式ちょっと難しかった。今電話して確認したよね。したね。このなんだっけ、例えば1234ってナンバーだったら、ここナンバーを押してから1日止める人、2日止める人、3日止める人で決めて、まあ、1日を次押してここに入って、そうで精算を押すと料金が出る。こうやって出てきます。だから続けて押さないと。そう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 。だけどちぐはぐだよね。円のところにナンバーだったり、うん、ね、日数のところにどうやって光るのとかちょっとわからなかった。阿波踊り会館まで歩いていきます。西新町だって。商店街かな。すごく昭和の雰囲気のあるね、商店街です。あ、場所忘れない。そうね。商店街を出ると多分右側にあれがあるんだよね。阿波踊り会館。風がすごいわ。あったあった。こっちだよね。こっちの方を。
そうそう、突き当たり行く感じ。あそこだ、あった。ほら、ケーブルカーもある。わかんないけど、行けたら行こう。
お昼ご飯を食べに行きましょう。そう、歩いて行きます。今日は徳島のラーメン。そう、あの阿波踊り会館から500メートル歩いて行けるね。そう、徳島ラーメン。なんかランキング1位でしょ。だった気がする。いいですね。ありましたよ。行きましょう行きましょう。いや結構並んどるよ。あ、でも出てないでしょ。おはようございます。おはようございます。ですね、うまそう。こんな感じ。食べました。美味しかった。おかわりしちゃったよね。美味しかったよ。うん、大悟もう一個また最後に頼んで。そうそう、しつこいのかなって思ったら全然あっさり、結構普通にサラサラと食えるよ、ね、食べれる。あのご飯とさ食べても美味しそうじゃん。ね、あの生卵がまたいいよね。すごい合うね、うん、美味しかった。また来たいって思うけどなかなか来れないね、ここは。じゃあ車に向かいましょう。麺ちょっと固めだよね。最高でした。また徳島に来たらね、食べたい。ね、徳島ラーメン、最高です。子供の日だからね。うん、嬉しい嬉しい。お風呂良かったね。いや、いいお風呂でしたよ。なんかアスレチックなお風呂。
外にあったんでしょ。そうそう、運転とかで、ね、滑り台とかすごいよね。そうよかったです。でも息子くんは恥ずかしがってやりたいのにやってなかったやればいいのに。いいよいいよって言って道の駅淡路に泊まって仮眠を取って夜中の移動をすることにしました。うん、大渋滞の予想がされているので、うん、で浜松方面に向かおうと思います。そうだね、今から浜松に行こうと思ったけどそれを中止して道の駅淡路。うん、もう渋滞になってて移動だけでもう真夜中になっちゃいそうだね。そうだね、だからその時間移動時間が長くなっちゃうんだったらもう先に、ね、寝て夜中に出た方が、うん、であと子供の夜ご飯の時間もあるしね。そう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 、今日は道の駅淡路に向かおうと思います、うん、ただそこもね空いてるのかどうか問題がそうそう、空いてなかったらそうまたちょっと考えよう、うん、とりあえずその予定で行こう。そういうことで行きましょう、ね、じゃあ向かいます。行きましょう。はい、橋の下です。無事止めることができました何台か空いててよかった。今からご飯作っていきます。用に買ったんだけど結局使わなかったんだよね。うん、これ今からカレーにしたいと思います。はい、食べましょう。いただきます。うん、美味しい。薄くない？水入れすぎちゃったかもしれない。全然薄くないよ。本当よかった。ちょうど良いです。本当だ、水だけどね、もうほぼ。ん？アイスチューはうまいけど、ほぼ水。トロトロさはほぼ水、うん、味はうまいけどほぼ水、うん、やばいな、これ。
まずそう。うん。まあもうちょっとトロトロのカレーが好きなんだ。僕も。ね。前でね、そういうトロトロのカレー。いいかな。ちょっと迷ったんだよ。最後水足しちゃったんだよね。足さなければね。ねえ、そうそうなの。失敗してる。